い、どうも、片栗粉アットマークふえです。本日は航海士の立ち回りについて説明していきます。まず、航海士のこの試合なんですけど、4つのポイントについて説明します。で、話すことが多いので、サクサク簡潔に行こうと思うんですけど、まあ、そのせいで、面白いこととか、なんかそういう真面目になっちゃうんですけど、許してください。というわけで、まず、1回立て、相手はボンボン、チェイスが始まりますと。で、一つ目のポイントとして、航海士のチェイスで意識することなんですけど、僕は、ベルを使った時に、一切後ろ見ません。これわざと見ません。航海士は、足が速くなるので、ベルを使うと、一発も食らわないように、ルートをちゃんと見るとか、つまらないようにするってことを意識しています。で、ボンボンの場合は、爆弾の線をちゃんとこう、切れ目を見て、避けていけば問題ないので、意識してみてください。二つ目、このシーンですね。ここちょっと板ピュッて入るふりをして、ボンボンが空振りました。こんな感じで、二つ目の意識することとしては、板や窓枠を超えるペイントっていうのを入れることです。そうすることで、ルートを勘違いしてもらえるので、こういったフェイントはよく入れましょうってのが二つ目のポイントになります。三つ目。これは、鬼没限定なんですけど、わざと鬼没を吐かせる動きをしましょう。この後ですね、このまま1階の階段登って、ここ、ベルが切れるんですけど、ここで窓枠行くよっていうふりして鬼没吐きます。これですね。これは、吐いたっていう、吐かせたっていうのが近いんですよ。航海士を追って1ダメージも与えられないハンターっていうのは、意外と焦ってくれるので、こんな感じで、ここで恐怖を取らなきゃっていう動きをすることで、鬼没を吐かせて避けることができます。これが3つ目の動き。ポイントですね。特質を吐かせる。動きをするっていうのがポイントになります。で、この後はロングワープに入って回復してもらって、ジェットコースターに乗って、そのままダウンするので、じゃこのね、時間を使って4つ目のポイントを最後説明しようと思います。ここまで、見ていただいた人、ちょっと後でね、見返したり思い出してほしいんですけど、一番意識してたことは何かっていうと、暗号機を寄せないことなんですね。航海士のベルっていうのは、基本的に綺麗なルートを通らなくても、全然チェイスを稼げるアイテムになるので、じゃあどうするかっていうと、いろんなね、こう、ルートを通って、時間を稼ぐっていうよりも、一個のポジション、狭い範囲でのポジションで、ベルを使って、時間を稼ぐっていうのがこのキャラの強みになるので、もう、さっきの場合で言うと終電のところ、ずーっとぐる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 して、この始発側に寄せないっていう動き、これが一番大事になってきます。こうすることで、暗号機が回りますし、航海士っていうのは釣られても、他のキャラに比べて 20% チェア耐久が長いので、全然、これで通電まで行けます。っていった形で意識してください。なので4つ。この試合で4つのポイントを説明させていただきましたと。もしね、興味がある方は見返してみてください。じゃあそれでは、2つ目の試合に行きましょう。2試合目いきます。1試合目の録画をね、自分で録音したやつを見てて、もうめちゃくちゃ眠くなったので、2試合目はね、ちょっとゆるゆると解説していきます。マップはレオの思い出、ハンターはリッパーですね。で、タバコを吸おうかと思うんですけど、許してください。僕はね、結構1日3箱ぐらい吸っちゃうほどタバコを好きなんで、あらあら、見つかっちゃいましたね。もう今度速攻使う、ベルは。で、大体まあこんな感じ、いつも通り、ハンターはね、アイテム吐かしてどっか行っちゃうんで、もったいなって思うかもしんないけど、大丈夫です。持てば勝てる、このゲームは。で、タバコの話に戻しますか。なんか最近ね、僕アイコスっていうタバコを吸ってるんですよ。で、前まではね、なんかこう、オレンジっぽい、こう、メタリックの、タバコを吸ってたんで、なんかこう、カートリッジを吸ってたんですけど、その後にね、なんかこう、スーパーメンソールみたいな、こう、ちょっと薄っぽい緑っぽいやつがね、出てきまして、で、めっちゃうまいと思ったら、さらに、ね、こう、ヒーツっていうブランドの緑と紫が出たんですよ。あ、違いますね。合ってましたね。これもう、バチクソハマっちゃって、やっぱね、マルさんとかの動画見てても、やっぱこう、なんかアニメとか、漫画とかの話してさ、私もそれ好きですみたいなコメントめっちゃあったから、俺もアイコスの話しようと思って、
なので、アイコスの話してます。ということでね、もう話すことねえやと思ったら、ちょうどリッパー戻ってきたので、提出しますと。さすがにまだベルは使わん。これまあ、刃打ってくるか避けて、まだ間に合うんですよね。これで、小屋の中入りますと、おぉ、カスタム誘われましたね。残念、録画中だからいけねえんだ。はい、まあ、一試合目でも、まあ、説明したように、もうすごい適当なチェイスルート。もうやばくなったらベル。はい。ここはね、死にポジだったんで、ベル使いますと。さすがに、諦めんのかなと思ったんですけど、意外と追ってきたので、リッパーのこっからが強いんですよ。一等公開し。あら、一番大事なタイミングでちょっと、カスタムの告知が。あらあら。まあ、こんな感じで、行きたい方向に切り打たせる、みたいなフェイントをかけやすいんですよね。一等公開しっていうのは。で、もうベル終わっちゃったんで、あとはもう、いつも通り、暗号機寄せないように、超適当なところ、走り抜けろ。あのね、第五人格つまんないとか、なんか飽きたとか、おもんねーとかっていう人は、一等公開して使ってみてほしい。もうめちゃめちゃ楽しい。何が楽しいって、もう歩き回ってるだけなんですよ。このキャラ。これがね、本当にもう第五人格してない。なんだろうね。あ、ここ普通当たってるんで、たまたまうまくいったんですけど、めちゃめちゃ当たってる、ここは。で、もうでもね、ベル残ってないんだけどね。あ、詰まっちゃった。まあ、かわいそうに。全然伸びてないけど、まあ、もう即死。60秒ぐらいかな。でも、あ、でも待って、2試合目のあれが終わっちゃうから、いろいろ喋りたかったんだけどね。まあ、こんな感じです。というわけで、3試合目、行きましょう。次の相手は白黒さんでございます。じゃあ、はい。3試合目参りましょう。もうね、ひどい。もう1試合目と2試合目の録画見たけど、何も話せてないし、もう全然試合に集中できない。まあ、このスポーンは、よくわかんねえけど、なんとなくね、まあ、固形村って運命来そうじゃん。浜辺っていうの。みんななんて言ってるここ、浜辺？浜辺に来そうだから、うわ、来んのかなと思ったら、来るんだけど、来ないね。来るかな？あ、来るかな？来ない。来ないので、じゃあ趣味な、来ましたね。はい。ここね、すごい、この動画、もうチェイスルートもゴミだし、何もしてないの？ほんと散歩してるだけ、俺が。でも、何を伝えたかったか、ポポポポポなんですけど、何を伝えたかったかっていうと、白黒の黒ってベル使うと一生追いつけないんですよ。これね、意外と知られてないんだけど、今ね、環境的に白黒多いじゃん。でも黒ってめちゃめちゃ足が遅いから、あ、またミラティブがね、先ほどは配信お世話になりました。もう本当に足が遅いから、一生追いつけないの。だから速攻飛んできても、あ、黒だと思った瞬間にベル鳴らせば、40秒は確定で返せる。ここ当たってるよ、ちなみに。うまくいったんだけどね。動画ってそういうものだと思ってて、うまくいったと、まあ、ちょっとね、あ、やばいミスったと思っても、うまくいったら動画ができる。あ、ここはですね、ちょっと適当な話してたんですけど、今のところは、溜め攻撃を振る声っていうのが聞こえたんで、ちょっと奥に行って、板を倒せば当たります。うん、こんな、まあ、こういう、細やかなテクニックでも、チェイスできちゃうんで、まあ、本当に一等公開しておすすめ。そうだね。もう話すことがないんだよね。なんかね、みんな、どの話が好きですか？一等公開しのチェイス動画なんて、需要がないから、知ってるんだ、俺も。そう。だけど、救助集っていうのは、また次回作ろうと思ってて、だから、今回こんな超適当な解説なの、あ、これ死にましたね。うん。間に合わないんですよね、これ。終わりです、この動画。まあ、そんな感じで、救助集っていう方を作ろうと思ってるんだけど、まあ、素材がなくて、あくまでも。だから、まあ、次回の動画のために、こう、トークテーマみたいなのをくれたら、まあ、もうバンバン話しちゃおうかと思って、コナクランのことについてとか、まあ、先荒れてるしね。うん。なので、ぜひよかったらコメント欄に書いてください。あ、3試合目、あ、終わ、あ。はい。片栗粉アットマーク増えです。今4試合目なんだけどね。今更ここで、自己紹介する必要ないと思うんだけど、片栗粉アットマーク増えています。4試合目、これは、もう、ハンター戦が見たら発狂する動画。プラス、永眠町ってマジゴミマップなんだなって思います。まあ見てる人は多分そう思うと思うんだけど、まあぜひ見てってほしいなっていう。なんなら、ここで動画切っちゃっても大丈夫。特にね、テクニックもクソもない。これ、相方が傭兵で、そっち行ったよっていう、
の VC で聞いたから、もうめちゃめちゃ距離値しようと思って、おめ、まあ、めっちゃちっちゃくリッパーいたじゃん。あんな感じ、もうこれもう一周回ってやろうかな、みたいな感じで、もうぐるぐるするのよ。最初ひたすら。やべえやべえやべえと思ってベル使います。で、大体キリ打ちます。ただ、やっぱね、散歩するっていうキャラクター、この、一等国家市歩くだけのキャラクターなんだけど、この後、追いつかれちゃうタイミングがあるんですよ。で、その時に、ちょっと小技みたいな、あの、避け方っていうのを解説、ここかな？ここじゃないのかな？ここだね。あ、もう追いつかれちゃうって時に、リッパーの判定見て、はい、ここ、脇をすり抜けていくんですよ。これで、勝ちが決まりました、この試合。で、あとここもう一個小技。一等小返しって、なんかどんぐらいだろう。1秒間か 1.5 秒間ぐらい遅れて見えるから、今みたいに、高いところから降りるか降りないかって読み合いがめちゃめちゃ強いよね。ただ、もうね、何も考えずに、あ、これ勝ったなーと思ってチェイスしてたから、今みたいにやばいポジションの板倒しちゃうみたいな。絶対倒していけないんだけど、あそこの板って。あの、回り込まれちゃうから。まあ、こんな感じ。まあ、あとは切り避けようかなと思って。あ、避けられなかったなって思って。あ、でも、まあ、前向いたらね、ロングワープがあったんですよ。うん。こう、もう、クソだよね。祭司も到着して、まあ、仲間の傭兵にね、回復してもらって、こっからマジで、もうハンター戦、もう涙目。回復しますと。で、危険を察知した僕は、速攻ね、窓枠越えて走り抜けますと。うん。まあ、もう、俺さ、ちょっとあんま、結構せっかちだから、片栗粉、結構せっかちなんですよ。答え言っちゃうと、電車が参ります。ここに。もう、なんなら参りました。チリンチリンって感じで乗ります。うん。最初も間に合いました。つまりですよ、もう終わり、この試合。だからね、動画化するか迷ったんだけど、まあ、いいかなと思って。これで、さっきの位置から離れました。祭司もいます。回復してもらいます。ね、暗号機は残り2台上がってます。で、実質、まあ多分残り 2.5 もしくは2台ぐらいなのかな。お散歩みたいな感じなんですよね。で、あとは、まあ適当に目の前の暗号機行っても間に合うんで、こうやって、なんかすげえやばいポジションの暗号機回すふりして、そう、俺さ、野人の動画も前出してたの。まあ、編集担当の人が入れてくれるかな。こちら。ここら辺かな。ここら辺に今多分サムネが映ってんだけど、解読してるふりするキャラクターが好きなんですよ。うん。やってる感あるんだぜ、俺解読回してるんだぜ、みたいなキャラクター。あのね、一等航海士もその類なんですよ。あ、ここね、すごいトロールなんで、もうわけわかんないじゃん。見てる俺もわけわかんない。なんでしゃがんだんだろうと思ってるし、そう。まあでもこれで、ね、実質解読加速入って、まあもう勝ちですよね、この試合。で、こんな動画、世の中に出すわけにはいかないんで、まあ、ここまで見てくれてる人のために、しっかり、最後ぐらいしっかり解説しようと思います。一つ目、航海士を使う際に、一番意識してほしいことは、暗号機によらないこと。他のキャラクターっていうのは、チェイスルートをこうやって綺麗に通っていく代わりに巻き込んじゃうんだけど、航海士は、綺麗なチェイスルートを通る必要がないキャラクターだから、もう基本的には暗号機に寄せない。しっかり解読してもらうっていうところが一番大事になります。で、二つ目。なんだろうな。二つ目。なんかまとめようと思ったんだけど、忘れちゃった。まあ、収録あるあるだよね。うん、録音してるときわかんねえや。ちょっと待ってね、考える。二つ目は、ないですね、もう。このキャラクターは。うん。でも、こんな僕でも、実は、グリフォン5から、勇士まで、1週間。だいたい平日は夜ランだけ。休日は朝、昼、夜。っていう、だから合計11回かな？ランク戦行って、それだけで、勇士にまで上がることができました。ちなみに勝率は 57% ぐらい。で、その後、もう1週間かけて、認知3000ポイントから、だいたい8500ポイントかな？まで行って、S 希少もいただくことができました。無希少から。っていうぐらい、一等航海士って、注目されてないんだけど、本当は強いキャラクター。で、どんな人におすすめかっていうと、チェイスができない人。例えば、環境キャラで言うと、まあ、調光士とか祭司とか、言われてるんだけど、一等航海士でいいと思います。まあ、具体的に、動画は次の動画で出すんで、今回はこんな感じで勘弁してください。それではまたね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。良ければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。また他の動画もぜひ見てくださいね。それじゃあ、バイバイ。